俺はアキラ、大学1年生。最近家に帰りたくなくて、同じ大学の友達の家に居候しています。ただいま、買い物行ってきたぞ。ああ、お帰り。ありがとな、買い物行ってくれて。いや、俺は居候の身だし、サトシには感謝してるから、このぐらいなんでもないよ。これでアキラが女だったらな。は？俺たまに思うんだ、大学生になって一人暮らし始めて、彼女と同棲するのが夢だったのに、最初に俺の部屋に住み始めたのが野郎だなんて、と。ごめんな、サトシに彼女ができる前に俺がサトシと同居しちゃって、ほっとごめんな。まあいいんだけどさ、家にはまだ帰りたくないわけ？まあ親父の顔見たくないし。俺が家出して友達の家に住むようになったきっかけは親の離婚である。親父が離婚するのは2度目なんだけど、俺は親父が今回離婚したことを特に恨んでいた。なぜなら親父が離婚したことで、二人目のお母さんの娘だった義理の姉とも離れ離れになってしまったのだ。そろそろ話してくれてもいいんじゃないの、家出している理由。ああそうだよな、前に親父が再婚した話はしたよな。うん。実は新しい母さんには娘がいて、俺には義理の姉ができたんだ。姉さんは大学3年生。俺はぶっちゃけその姉さんが好きだったんだ。おお、義理の兄弟同士の恋愛か、いいねいいね。向こうはアキラに脈ありな感じ？わからない、いつもよそよそしくてあまり仲良くできてなかった。彼氏はいないみたいだったから、彼氏欲しくないのって聞いたら、そういうこと聞かないでくれるって言われたことがある。そうなのか。でもまだ一緒に住み始めて1年も経ってないし、これからもっともっと仲良くなる予定だったのに。まさかまた離婚して新しい母さんが姉さん連れて出て行っちゃうなんて。その元義理の姉さんと個人的に連絡を取ることはできないのか？連絡先知らない。1年近く兄弟として生活してたのに。親父に聞けばわかるかもしれないけど、あんなにいい母さんだったのに、喧嘩して別れた親父が許せないから口も聞きたくない。てか顔も見たくない。こじらせてるな。つまりは片思いしていた義理の姉さんと離れ離れになったことが悲しいんだな。うん、まだ好きって伝えてもいないのに、もう伝えられないなんて。その姉さんが通っていた大学ぐらいは知ってるんじゃないの？知ってるけど、いきなり元義理の弟が会いに行ったら迷惑かもしれないし。そこまでする度胸がないなら話は簡単だ。次の恋を探せばいい。え？実は明日合コンに誘われてたんだけど、気になってたことをデートできることになったんだよね。その合コンに参加できるようにしてやるから、明日はこの家に帰ってくるなよ。え？ほら、今からもう気合い入れておけ。明日の合コンを成功させて、ついでに家に泊めてもらえよ。そんな。そんなこんなで俺はあまり気乗りしないままに合コンに参加することになった。男性メンバーはうちの大学の人で、軽く面識はあった。そして合コン相手は女子大の綺麗なお姉さま方だったのだが、そこにはなぜか元義理の姉さんがいた。じゃあ自己紹介からやっていきましょうかね。嘘だろ、まさか参加した合コンで離れ離れになったばかりの義理の姉と再会するなんて。姉さんも俺には気づいているよな。今絶対俺に気づいたのに知らん顔したぞ。なんだよ、そんなに俺とは会いたくなかったのかよ。てか彼氏なんていらなかったんじゃないのかよ、合コンとか来てるじゃん。その後も元義理の姉静香さんは俺を完全に無視したまま、俺と静香さんは全く会話もせずに合コンは進み、俺はゆるふわ美人のミランさんと盛り上がっていた。アキラくん、なんか弟タイプって感じで可愛いね。そうですか、それって男としては見てもらえないんですかね。そんなことないよ、ただ可愛いから何でも教えてあげたくなっちゃうかもってだけ。アキラくんってミランみたいな可愛い系の女子が好きなんですか、意外だな。え、
びっくりした。静香さんから話しかけられると思わなかった。アキラくんってそんな可愛い顔してて多分 S だよね。女の子に主導権握られるのは好きじゃないんじゃないの。確かに静香さんの言う通りだけど、今はミランさんとせっかくいい感じなんだから邪魔しないでくれてもよくない。アキラくんって S なの。そのそういう静香さんは絶対 S ですよね。そう見えます。いやいや、ああいう女性は S に見えて M なんですよ。多分嫌いな人にはとことん S だけど、好きな人の前ではめちゃめちゃ M になるタイプでしょ。よくわかっているね、アキラくん。女性の観察が得意なのかな。そういう静香さんこそ男性を見る目に長けているようですね。アキラくん、唐揚げ食べる？レモンかけよっか。あ、はい、ありがとうございます。唐揚げにレモンかけるの嫌いじゃないの。あ、可愛い子のかけたレモンならオッケーって感じ。なんか今日はよく喋りますね。もしかして梅サワー飲んでます？やっぱり梅サワーでしか酔えないって顔してますもんね。アキラくんはさ、着替える前に着る服の匂いを全部嗅いでから着替えそうな顔をしてるよね。そういう静香さんは雷が鳴るとお気に入りのぬいぐるみを抱きしめて震えてそうな顔をしてますよね。ちょっとやめてもらっていいですか。夜中に全裸でヨガやってそうな顔してるくせに。そっちこそやめてくださいよ。夜のトイレが怖いからってドア開けたまま。わあ、それは言っちゃダメ。ちょっと言っていいことと悪いことくらい区別つかないわけ。そっちこそ割と際どいことをさらっと暴露してくれてましたけど。まあまあ落ち着いて。もしかして二人は初対面じゃないのかな。あ、もしかして元恋人同士。違うから。そういうのじゃないです。でも二人ともお互いのことをよく知っているみたいだし、どういう関係？気になるわ。別に私たちはただ。何でもないですよ。は？そんな言い方。ただ俺が彼女を長い間好きだっただけです。アキラくんが静香さんを好きだっただけ？なんかそれだけの関係にしてはお互いのことを知りすぎのような。そうね、それだけの関係ではないかな。私も長い間好きだったし。ってことはアキラくんと静香さんカップル成立じゃん。そういうこと？だってお互いにずっと好きだったのに今まで伝えられてなかったんでしょ。よかったね、お互いに相思相愛で。合コンが終わって俺は夜の道を静香さんと一緒に歩いていた。こんなところで姉さんに会うとは思わなかった。姉さんはやめてよ、もう姉さんじゃないし。そうだね。てかなんで最初無視してたの。あとなんで喧嘩越しで話しかけてきたのさ。それはアキラが彼女欲しくて合コンに来たのとか、他の女の子相手にデレデレしてたのとか全部ムカついて。自分も合コン来てるじゃん。親が離婚してアキラと離れ離れになって落ち込んでたら友達が誘ってくれたの。その誘ってくれた友達は結局来なかったんだけど。何それ、俺とまるっきり一緒じゃん。俺も静香さんにもう会えないんじゃないかと思って落ち込んでて友達に誘われてきたんだ。その友達は来なかったけど。何それ、そんな偶然ある？あるから俺たちは今こうして会えたんでしょ。そうだね、お母さんたちが離婚しちゃってアキラに思いを伝えなかったことずっと後悔してたんだ。私アキラを見るといつも緊張しちゃって普段からあまり仲良くできてなかったんだけど、アキラが好きだったんだ。俺もだよ。なんでもっと早くはっきり言わなかったのかって後悔してた。本当に好きだったから。お母さんたちはうまくいかなかったけど、私たちはちゃんと付き合っていけるよね。親父たちは関係ないよ。俺たちは俺たちでしょ。こうして俺は
元義理の姉と無事にお付き合いすることになったのだが、この後驚くべき展開が待っていた。なんと俺の親父と静香さんのお母さんがまた再婚したのである。もう何なの、振り回されるこっちの身にもなってよ。また再婚するくらいなら離婚するな。ごめんね、でもあなたとアキラくんがお付き合いしてるって知ったら、この人への思いが再び燃え上がり。同じく。でももう信用ならない。そっちの都合に振り回されないように、私とアキラはお母さんたちとは一緒に住まない。え、どうするの。私とアキラは別の家に一緒に住むから。え、ダメなの。いや、俺もそれがいいです。こうして俺は現在静香さんと同棲中。以前兄弟として暮らしていた時より甘々な日々を過ごしています。俺はアキラ、高校2年生。うちの高校はなかなかハイテクで、リモート学習システムが完全整備されている。学校に行くこともできるが、必ず登校しなければいけないのは月に1日程度。数学が面倒だという理由で選んだけど、暑い夏に外出しなくていいのはマジで最高だ。エイジ、今の先生の説明なんか違わね。あ、全然聞いてなかった。俺オンライン授業を見ながら音楽聴いて YouTube チェックしてアキラと電話してるからさ。いや、もうちょい真面目に聞けよ。先生かわいそうだろ。お前だって自分の映像も音声も切って俺と話してるじゃねえか。こっちの顔出しの有無と音声入れる入れないは自由じゃん。俺はちゃんと授業聞いてるぞ。電話の相手は同じ学校のエイジ。毎日エイジと電話をしながらオンライン授業を聞くのが俺の勉強スタイルである。エイジと電話してるのは先生に質問するよりエイジに聞いた方が早いから。アキラより俺の方が頭いいもんな。あ、なんでそんなに遊びながら授業を聞いてるくせに俺より勉強できるんだよ。それは俺が天才だからだな。あー、聞こえない。そろそろ休憩時間だな。午後の授業までに昼飯食べて、あとは。アキラくん、聞こえてますか。リアクションくれないと寂しいっすよ。悔しいけど本当にエイジの方が成績いいんだよな。やっぱ頭いいやつは勉強方法に関係なく勉強できるようになるんだな。ムカつく。げっ、エイジ切るからな。え、なんだよアキ。アキラ、授業終わった。ツレション行こうぜ。行くわけねえだろ。ああ、俺の中学の制服。まあまあ、そんなマジギレせんでもよかろ。姉ちゃんは学校へ行ってない可愛い弟に学校気分を味合わせてやろうと一肌脱いだだけなんだ。そんな学校気分はいらん。てか学校行ってないわけじゃないから。あと服脱ぐな。チェー、電話切るのがあと一瞬遅かったら、うちの姉ちゃんのクレイジーさがエイジにバレるところだった。俺には社会人の姉がいる。名前は葵。先日姉ちゃんが勤める会社のビルに倒壊の危険があるとして立ち入り禁止に。いきなりテレワークになった。両親は仕事に出てるから平日の日中は家に姉ちゃんと二人きり。そんな生活が始まってから俺のストレスは急上昇中。なぜなら姉ちゃんは家にいると非常に面倒くさい存在なのである。アキラくん、私アキラくんにお弁当作ってきたんだ。一緒にお昼にしよう。家なのに弁当だから、そういう学校っぽい雰囲気いらないから。それより姉ちゃん仕事は進んでるの。見て見て、ほらこの美味しそうなお弁当。結構時間かかったんだよ。絶対仕事してないな。でもありがとう。姉ちゃんが家にいて昼飯作ってくれるの正直助かる。いつもなら一人で用意しなきゃだし。いいのよ、アキラのためなら姉ちゃん何でもしてあげるからね。うわ、うぜえ、そういうのはいらねえ。この通り、姉が社会人にもなって弟の俺に激甘なので大変困っている。テレワークになってから一日中ベタベタとひっついてきて、控えめに言って超うざい。兄弟とは思えない密接度でグイグイ来るんだが、本当に何を考えているんだか。
姉ちゃんは弟との適切な距離の取り方がわからないのか。何？姉ちゃんに抱きつかれてドキドキしちゃった？実の姉に対してドキドキしちゃう弟は漫画にしかいないからな。アキラもドキドキしようよ。一緒にドキドキしようよ。ドキドキしたいなら他を当たってくれ。てか姉ちゃんもう23だろ。弟にベタベタしてないで彼氏作ったら。私弟以外に興味ないんだよね。もっといろんなことに興味持てよ。怖えわ。アキラと結婚できたら最高なんだけどな。兄弟で結婚なんてできるかよ。できても嫌。いただきます。まあまあ血がつながってなければ兄弟でも結婚できるんだし。何？どういうこと？ん？何が？血がつながってなかったら結婚できるって。ああ、異父兄弟や異母兄弟ならアウトだけど、血がつながってなければノープロブレムなんだよ。姉ちゃんがこう言うってことは、つまり俺と姉ちゃんは血がつながってなかった。それってどっちかがこの家の子じゃないってこと？俺が父さんと母さんの子じゃないかもしれないってこと？は？どうした？どうした？俺この家の子だよね。それは今調べてるとこだから。午後の授業はもちろん手につかなかった。どうした？電話しないの？何かあった？悪い、腹痛いからやめとく。今まで家族でいろんなところに行った思い出が蘇ってきた。俺はみんな本当の家族だと思っていた。でも本当は俺は全然違う家族の子だったのかな。それとも姉ちゃんは本当の姉ちゃんじゃなかった？この頃は姉ちゃん普通だったな。夜になって両親が帰ってきて、俺は母さんにリビングに呼ばれた。リビングには姉ちゃんと父さんがいて、姉ちゃんは悲しい表情、父さんは険しい表情をしていた。もしかして俺が家族じゃない証拠が出たのか？大丈夫？母さん、俺母さんの子供じゃなかった？ああ、もうそんなことないのよ。アキラは間違いなく私たちの子よ。じゃあ姉ちゃんがこの家の子じゃない？あのね、アキラ、落ち着いて聞いてちょうだい。葵もアキラも紛れもない私とお父さんの子よ。うんうん。じゃあなんで姉ちゃんあんなに悲しそうなの？だって私とアキラ血がつながってない兄弟じゃなかったから。どういうこと？葵はね、アキラと実は血がつながってない可能性にかけてアキラと自分の DNA 鑑定をしてもらったみたいなの。は？だってアキラと血がつながってなかったら私はアキラと結婚できるんだよ。愛しのマイブラザーとハッピーウェディングできるんだよ。それが DNA 鑑定では私たちは完全に血のつながった兄弟。こんなのでないよ。葵、あんたいい加減にしなさい。当然といえば当然だが、姉ちゃんのアホみたいな行動に母さんがブチギレる結果となった。そりゃそうだよな。どちらも自分の腹を痛めて産んだ我が子だ。しかし弟が好きすぎるあまりに血がつながってない兄弟に欠けるなんて、我が姉ながらうざすぎる。翌日。そういえば腹痛は治ったのか？治ったけど今度は頭が痛い。夏風邪か？学校行かなくていいからってずっと家に引きこもってると運動不足で免疫力が下がるぞ。そうだな、たまには運動がてら学校行くのもいいかも。じゃ、また午後にな。終わった？うわぁ、いつからそこにいたんだよ。ずっとドアの前で仕事してたよ。ほら、自分の部屋でやれよ。そんなとこでやったら絶対効率悪いだろ。姉ちゃんの心配してくれるの？可愛い弟よ。ちげえ。なんかいつも通りだな。昨日あんな顔してたから落ち込んでるんじゃないかとちょっとだけ心配したが。アキラ、昨日はごめんね。うん。
私一晩考えたんだけどさ。うん。よく考えたら、アキラと結婚できる女は山ほどいるのだよ。対して姉というポジションは唯一無二。わかるかね、結婚相手は替えが利くが、実の姉は替え不可能。一生弟、つまり姉最高。そうですか、よかったですね。実の姉だからこそ深められる絆もある。現実世界でできないことは全て二次元で叶えることにした。なんかすげえ嫌な予感がする。 BL 小説を書くわ。は？あり余る弟への愛と夢を物語として紡ぐのが私の定め。いや、誰とカップリングするつもりだ。私に決まってるでしょ。ああ、BL はボーイズラブじゃなくてブラザーズラブのことね。どっちもやめろ。いずれは薄い本にして全世界に広めよう。私とアキラが愛し合える世界の物語を。ああ、うちの姉ちゃんがうざすぎる。うちの姉ちゃんの弟に対するうざいほどの愛情は今日もとどまることを知らない。僕はアキラ。この高校の文芸部で唯一の1年生だ。他には2年生が1人と3年生が何人かいるだけのこじんまりとした部活だ。先輩たちはまだ来てないか。今日も1年生の僕が一番乗り。小さいとはいえ、僕らだけが使うこの静かな部室はとても落ち着く聖域のような場所だ。彼女は唯一の2年生部員、静香先輩。中学生のように小柄だけど、どこか大人びた見た目をしている姿はクールビューティーな親指姫といった風情だ。実を言えば、僕が文芸部に入ったのは部誌に掲載されていた静香先輩の作品がきっかけだった。静香先輩の文章は心地よい音楽のようで、自然と心に染み渡ってく。書いたのはきっと清楚可憐で蝶のように優雅な女性なのだろうと勝手に思っていたのだが、僕の抱いていた幻想は今残骸すら残っていない。あの静香先輩、先輩、今いいとこ。あ、すみません。いや、じゃなくて、寄りかかられると本が読みにくいんですが。まあ気にすんな。そう言われても先輩の体温が伝わってきて集中できない。ちょ、先輩。いいだろう、減るもんでもないし。静香先輩、最初とイメージ違いすぎだよ。でもいつまでも先輩におもちゃ扱いされてたまるか。今日こそ僕は先輩に反旗を翻す。減るもんじゃないって言うんなら。ん？逆にですよ、僕が先輩の膝を借りてもいいってことですよね。さあどうします、静香先輩。そんな恥ずかしいこといくら静香先輩でもできないはず。さあ先輩の恥ずかしがる顔を見せてもらいますよ。いいよ。え？ほらおいでよ。え？あ、来ないの？あ、結構です。そ、負けた。お疲れ。3年の先輩たち、やばい。こんなところ見られたらきっと誤解され。お疲れです。いつの間に瞬間移動？あれ、アキラくんなんか顔赤くない？風邪？いや、なんでもないです。普段クールな静香先輩が変な絡み方をしてくるのは部室で二人きりになった時だけ。だから僕と静香先輩の攻防は他の部員が来るまでだ。今日もまた先輩の勝ち逃げでゲームセット。明日こそは絶対に返り討ちにして静香先輩を恥ずかしがらせてやる。お疲れ様です、静香先輩。ん、おつおつ。そうやって余裕を見せていられるのも今のうちです。今日は先輩を手玉に取る秘策があるんだ。仕掛けるタイミングが重要だ。さりげなく、さりげなーく。先輩、僕とゲームしませんか？いや、思いっきり不自然だ。疑われてるか？いいよ、どんなゲーム？これです。両端からこのお菓子を手を使わずに食べていって、先に話した方が負けっていうやつ。ああ、たまに漫画で見るな。いいよ、やろう。かかった。
本来なら戦略性も何もない羞恥心と戦うだけのゲームだけど、僕には秘策がある。僕の目的はゲームで静香先輩に勝つことじゃない。恥ずかしがらせること。そして僕には何があってもギブアップしないという不退転の覚悟がある。ならば静香先輩は必ずギブアップせざるを得ない。この勝負で僕が負けることはありえない。静香先輩、あなたは最初から積んでいたんですよ。けどそれだとルールがシンプルすぎるよな。私の知ってる地方ルールを追加しよう。地方ルール？目をつむるんだ。目を？どうした？やめとく？いえ、やります。おお、男らしい。んじゃあ私から。どこまで進んだかわからない。目を閉じただけでこんなにスリリングになるなんて。ん？この柔らかい感触、これって…手に持った方とすり替えたのさ、アキラが目を閉じた瞬間に。それ、ルール違反。そうだな、ゲームは私の負けだ。で、アキラ、最後まで行っちゃったわけだが、そんなに私としたかったか？作詞作に溺れるか、無念…けど…どうした？顔赤いぞ。いや、その指に。ん？指にキスしちゃったから。こんなことで赤くなってまたからかわれるんだろうな。え、何この反応。先輩、もしかして照れてます？え、違う、そういうんじゃないから。でも顔赤いし。赤くないから。ちょ、用事思い出した。これは勝ったのか負けたのか。でもそうか、これが先輩の弱点か。それから僕と先輩の力関係は拮抗しだした。静香先輩、リップクリーム色がつくのに変えたんですね。似合ってますね。可愛いですよ。これ、思った通り、静香先輩はクールな性格とは裏腹に恋愛的な不意打ちや女の子として褒められることに異常に耐性がなかった。ちなみに僕は僕で女の子を面と向かって褒めることに慣れていないため、自分自身へのダメージも大きく、だいたい自爆攻撃になる。そんな日々を過ごしているうちに月日は流れて2月。今年もまたこの日が来てしまったか。それは一種の天才。そう、バレンタインである。ああ、世界からカカオがなくなればいいのに。あれ、静香先輩、どうしたんですか？アキラ、ちょうどいい。これ、今のうちに渡しとく。おっと、何ですかこれ？シュレディンガーのチョコだ。え？シュレディンガーの猫という思考実験がある。箱の中に猫と 50% の確率で毒ガスを出す装置を入れておくと、猫は生きている可能性と亡くなっている可能性、両方が同時に存在するという話だ。中身は義理か本命かってね。じゃ、また部活でな。箱の中の猫になぞらえるなら、この中身は義理チョコの可能性と本命チョコの可能性、両方存在することになる。これは新手のゲームか。でも小道具まで用意するなんて静香先輩らしくないような。開けてみるか。これは、そこにあったのはどこにでも売っている市販のチョコ菓子。普通に考えれば明らかにギリチョコだけど。来たか。このチョコを僕に渡した意味、それは。静香先輩、もう一度僕とゲームしませんか？先輩がくれたこれで。以前僕が静香先輩に挑んだゲーム、このチョコに義理と本命両方の可能性があるというなら、その答えはこれではっきりするはずだ。じゃあその始めます。うん。先に口を離すことが敗北条件であるこのゲームで、今度の結果は引き分けだった。あのさ、はい、一応確認、付き合うってことでいいんだよな？その、はい、そんな感じで。なんだその答えはと思いつつも、いっぱいいっぱいの頭ではろくな言葉が浮かばない。私、あんま女らしいことできないぞ。料理とかおしゃれとか。
あ、そこは期待してないので。いや、ちょっとはしろよ。すみません。照れ隠しのように饒舌になっていた先輩だったが、それも途切れる。その沈黙もそれはそれで愛おしかったけれど、僕もいい加減言いたいことがあった。先輩。ん？なん？好きです。え？どうも。なんですかそれ。うるさいな。慣れてないんだってば、こういうの。私も好きだからな。それからの僕たちの関係は実はそれほど変わっていない。部室で二人きりのわずかな間、静香先輩が僕に構ってくるのも相変わらず。けど今はこの小さな部室で共有できる二人だけの時間を前よりも愛おしく感じるようになった。漫画エンジェル猫岡姉妹チャンネルもよろしくな。